鎖骨頭蓋形成症は、鎖骨頭蓋形成不全症とも呼ばれ、主に骨や歯に影響を与える、先天性欠損傷である。一般的に鎖骨の発達が不十分、または無形成のため、肩幅が狭いことが多い。頭蓋骨の全部は遅くなるまで閉じないことが多く、人によっては平均よりも身長が低いことが多い。その他の症状には、額が大きく目立つ。 目と目の間が広い、熾列の異常、平らな鼻、などが挙げられる。症状は人によって異なるが、一般的に知能的な影響は受けない。鎖骨頭が良い形成症は、両親から受け継がれる場合と新しく突然、変異によって発症する場合がある。遺伝の場合は、常染色体優勢によるものである。病院は、骨形成に関与するランクスに遺伝子の血管によるものである。 診断は、疑われる症状と X 線に基づき、遺伝子検査により確認される。同様の症状を引き起こす、可能性のある、他の症状には、化学骨異形成症、脳怪骨症、骨形成不全症、チーニー症候群、などがある。治療には、頭蓋骨を保護するための装置や、歯科治療などの支援治療である。特定の骨の異常を修復するために手術が、 行われるる場合がある一般的に平均寿命は健常者と変わらない。鎖骨頭が良い形成症の有病率は100万人に約1人である。一般的に男性と女性は同等に発症する。症状に捨ての現代の記述は早くても1896年には説明されている。病名のクライドクラニアルディソーストーシスは鎖骨を意味するクリード、ギリシャ語で 頭蓋骨を意味する、カッパローアルファニューイオタからの蔵にある異常な骨の形成を意味する、ディスオストーシスに由来する。ありがとうございます。